2019年のワールドシリーズで MVP となったナショナルズのスティーブン・ストラスバーグ投手が現役引退を表明。メジャーではナショナルズ一筋23年在籍。すべて先発で247試合に登板して113勝62敗、防御率 3.24、三振奪取率 10.55 という成績を残した。2019年は自己最多の18勝6敗を挙げ、同年のワールドシリーズ対アストロズでは第2戦と第6戦に先発していずれも勝利投手。このシリーズの MVP に選出された。しかし21年に神経障害を引き起こしていた胸郭出口症候群の手術を受け、22年6月9日のマーリンズ戦を最後に登板はなかった。何より記憶に残る大投手。ただただ残念やな。不良再建のイメージしかなかったけど、いざ引退となると寂しいな。こんな形で引退することになったのは残念ではあるが、デビュー時の衝撃と世界一の時の獅子奮迅ぶりは忘れることはない。結局怪我には勝てなかったか。ナッツにリングもたらした英雄のことは忘れないよ。数年前まで最高の投手と言われていた選手がこうなってしまうのはやっぱり悲しい。あれだけ健康面に恵まれなかったが、それでも立派な成績を残してた。ワールドシリーズでの優勝経験があることで本人も、一定の達成感とともに引退できるのかなと想像した。活躍期間は短かった印象だが、もう35歳だったのか。まだまだ未体選手だったな。あり余る才能があり、もっと活躍できただろうとは思う。重度の神経障害が回復の見込みがないということで引退の道を選択したのか。今回の障害だけではなく TJ もしたし、故障も多かったが、元気な時は MLB 屈指の先発投手として輝いていたな。2019年オフに結んだ7年2億4000万ドルの契約は、正直議論の余地なく史上最悪の契約なのだけれど、それでもストラスバーグを責めるナッツファンはいないだろうね。19年のポストシーズンでのプレーは本当に素晴らしかった。通算成績悪い数字じゃないけど、持ちうる才能を考えれば、こんな数字で終わる選手じゃなかった。怪我で稼働してないイメージが強かったけど、脚勝は立派。入団前の期待ほどではなかったけど、十分活躍したよな。この3年ほとんど投げられてないから仕方がないけど、正直300勝近く行く選手と思ってたから残念。あと3年契約あったからナショナルズからも何か言われたかもな。長期契約した年俸がどうなったのか知りたい。